おはようございます西村愛です災害と防災を考えるネットワーク1.17 1304回目の放送です来週日曜日は10月31日衆議院議員選挙の投票日そしてハロウィンでもありますねお花屋さんでもハロウィンコーナーがあってかぼちゃのオブジェがずらりと並んでいましたその中でびっくりしたのがオレンジ色の バラオレンジ色のバラもあるんですねまたね花言葉が素敵で「健やかに」という花言葉でしたまあコロナの中でいろいろと気を使って過ごしてますからねこういったオレンジ色のバラを花言葉に思いを込めてプレゼントするっていうのもいいななんて思いましたねもうぐっと寒くなりましたからね皆さん気温差で体調崩していませんでしょうか オレンジのバラの花言葉のように心も体も健やかにお過ごしくださいさて今月20日の水曜日熊本県の阿蘇山が噴火しましたニュースで見てびっくりした方も多いと思いますバリバリと雷のような大きな音を立ててものすごい勢いで黒い煙がもくもくと立ち上りあたり一面を覆っていましたね 今回、怪我など人的被害はありませんでした。気象庁は火山ガスの放出量が多く火山性微動も続いているなど火山活動が高まった状態が続いているとして引き続き警戒を呼びかけています。今後大きな被害がないことを祈るばかりです。大きな災害はいつどこで起こるか分かりません。今週のネットワークは、 大都市災害の帰宅困難者対策と題してお送りします今月7日首都圏で最大震度5強を観測する地震が発生しました建物が倒壊するような被害はありませんでしたが日暮里 トネリライナーが脱輪事故を起こしたほか鉄道各社では運休や遅れが相次いで自宅に帰ることができない人帰宅困難者が続出しました仕事先や外出先でもし大きな地震に遭ったとき私たちはどう行動すればいいのでしょうかまた行政の対策は進んでいるのでしょうか今日は 都市防災が専門で帰宅困難者対策に詳しい東京大学大学院工学研究科教授の広井優さんとオンラインでお話を伺っていきます広井さんおはようございますはいよろしくお願いしますおはようございますよろしくお願いいたします今回首都圏で発生した震度5強の地震では帰宅困難者が 続出しましたよね。首都圏で同じく震度5強の揺れが発生した東日本大震災でも帰宅困難者があふれて混乱しましたが、10年前と比べて今回の状況をどう見ていらっしゃいますか。そうですね。あの10年前と同じくですね、あの大きな物的な被害はなかったんですが、まあ,あの震度5強といえどその大都市特有の脆弱性みたいなのを まあ間間見ることができた災害なのかなっていうふうには思っています。大都市特有の弱さですよね。やはりあの公共交通に大きく依存してますので、電車が止まれば帰れない人が多数発生する。まあこれはまあ当然のことなんですけれども、まあ震度5強でもやっぱり出たなということが分かったということですかね。やはり大都市ならではのねことが起こってしまったとでそれが震度5強でも。 起こったっていうのがそうですね。はい、かったということですね。まあそのうん東日本大震災の時の震度5強と今回の震度5強はやはりその東日本大震災の時は東京都内に亡くなった方もいらっしゃいますから、はい、同じ震度5強でもまあ揺れの被害自体はそんなに大きくなかったのかなっていう気がしますね。ただやはりその帰宅困難者対策を考える上では。 発生の時間帯が随分違ったっていうのは大きいんだと思いますね。うんまあ、コロナ禍もありますし、それから深夜だってこともありまして、はいまあ、東日本大震災の時は、まあ、えっ、ー、は内閣府の計算によると、首都圏全体で515万人ですかね、それぐらいの帰宅困難者が発生したということですけれども、うんまあ、帰宅困難者の人数自体は、東日本大震災よりも、まあ、かなり少なかったという状況ですね。うん、東日本大震災の時は割とこう 歩道である程度過密な空間が生まれたこともありましたし多くの人があの歩いて帰ってましたよね、そういう映像もたくさん見られましたけど今回そういういことなかったですよねうんあの東日本大震災の時を思い出すと駅からこう人を締め出して批判が出るというようなことがありましたけども今回、鉄道事業者の対応というのはどうだったんでしょうか。はいまあ、あの北困難者向けに車両を開放したような 事例があったとも聞いてます。あえますが、はい、ますが、まあ、やっぱり人数少なかったのかなと思いますよね。まあ、基本的にはやっぱり鉄道事業者は鉄道の復旧を最大限頑張るのが私は効率的じゃないかと思いますので、まあ、今回のような地震の発生条件ではともかくとして、大量の帰宅困難者発生した場合に。 まあ鉄道とか、あるいはあの庁舎とかですよね、要請の庁舎とかで来た困難者を受け入れるっていうのは、あのーまあ、それでいいのかなとは思ったりしますねうん自治体、東京都の対応っていうのもあったんでしょうかはい、あのーまあ、足立区さんとか港区さんでは、まあ、一時滞在できる公共施設ですか、まあ、一時滞在施設ってわれわれ言うんですけれども、そこを開放して、まあ、そこにあの、えー、とそれなりの方がいらっしゃって。 一夜を過ごしたっていうことを聞いてますね。あのほぼ平常と同じ状況でただ鉄道が止まっただけであのみんなが帰ろうとされたってことだと思いますね。なのでまあこれ東日本大震災もそうなんですけれども我々が本来想定している帰宅困難者対策の条件とはちょっと違うんですよね。うん、本来我々があの考えなければいけないべき帰宅困難者 対発生条,条件、想定条件というのは、それこそ震度6強とか7とか、ま,あ、まさに首都直下地震とか、南海トラフ巨大地震ですかね、はい、ああいう大きな地震が起きて、まあ、火災もあちこちで起きている、建物もめちゃめちゃ壊れている、うん、そして人々の心理ですよね、多くの人が自分の家族が心配になって、我れ先に帰ろうとすると、はい、まあそういう状況でみんなが一斉に帰ってしまうと、道路も、 過密空間が発生するでしょうし、うん、無理に帰宅を急ぐ方が火災に巻き込まれるとか、ですね、はい、それから一番問題なのは、多分車ですよね、あの迎えに行くって行動が、東日本大震災の時も見られましたけれども、首都、はい、直下地震とか南海トラフ巨大地震の時も見られると思いますので、迎えに行くのは、それはもう家族としては当然なんでしょうけど、迎えにみんなが行ってしまうと、あの救急車、消防車が交通渋滞が激しくなってしまって、動かなくなってしまうと。はい、まあそうすると間接的に 人の命が問題になるよねというような、そういう条件で、じゃあどうするかって考えるのが、帰宅困難者、防災対策としてです、ね、帰宅困難者対策なんですよね。うん、それに比べると、今回の震度5強の,あの首都圏で発生した地震は、まあ、人が亡くなるような問題ではないですよね。はい、なので、命に関わる問題ではなくて、まあ、帰るのが大変だった方には申し訳ないんですけども。はい まあ、あの日常的な中で帰るのが大変だった問題だというふうに認識するのが良いと思いますし、うん、まあじゃあ、今回の問題を受けて、じゃあどう、これからどう対応するかっていうのは、やっぱり我々が想定すべき防災対策としての震度6強、7のような帰宅困難者対策とはちょっと違って、帰宅サービスというか、行政サービスとしての帰宅困難者、対応になるわけですよね。はい、なので、本来、我々が防災対策として考えなければいけない状況とはまたちょっとずいぶん違ったっていう、そういうイメージですけどね。うん うん本来考えなければいけないことっていうのは、どういうことなんでしょうかまさにあの首都直下地震が発生して、まあ、それであ,のあちこちで火災が起きて、うん、物理的に企業にとどまれることもできないですよね、やっぱり企業は事業所が壊れている可能性もありますので、大きな地震だと。そ、はい、そうすすするるとやっぱりりみんな家に帰帰まよよねねいわゆる一斉帰宅ででれ道路が混雑して あの人の命が失われると間接的にですね。はい、うこういう状況ですね。基地管理としてはそういう状況をまず考えておくのが多分あの優先順位としては高くて、はい、まそれに比べて今回は帰宅できなかったことが人の命に繋がるような問題ではないわけですよね。だいだずいぶん違うなっていうふうには思いますけど、まあ、ただまあ今回寒かったりとか、非常にこう気温があの低かったりとかあるいは雨が降ってたりとかそういう状況だと場合によってはあの 命にかかることになるかもしれませんので、うん、まあそれに対する教訓は得られたのかなという気はしますけれども、うん、やっぱりその帰宅困難の問題って、発災した条件によってずいぶん違うんですよね。でね大都都市市でで起起ききたたのののかか地方あるいはその 平日の起きたのか休日の起きたのかあるいは発生時間帯ですよね。はい。それからまあもちろん津波を伴うのかとかそういう問題も含めて、うん、やはりいろんなバラエティーがあるわけですね。うんはい。その中の一つのケースであったということだと思います。もちろん大阪北部地震2018年に発生したのも朝に発生したという意味では一つのケースですよね。はい、あれは出勤困難の問題だと思いますけれども。そうですね。あの大阪北部地震は今おっしゃったように、はい、出勤するのに困難な出勤困難者が大勢発生 ししましたででああの、はい、私のの私家族もですねあの朝電車に乗っていて列車の閉じ込めにあったということで,あそ,うであそうなんですよはい、はい、あの夫が車で迎えに行ったんですよねその時は。ですると、うん、やはり大渋滞に巻き込まれてしまってで,、ねはいはい、で後から考えるとこれ救急車が来たりとか消防車が来るとねもう本当に今そこにある命も 助けが、ね、遅れてしまうってことにつながるかもしれないからこれ行ったらあかんかったなっていう話になってたんですだからあのー、大阪北部地震だったりとか今回首都圏の地震でまあなとか頑張って無事に帰宅できてよかったねで終わらせたらだめな問題なんですよね災害によっても違いますもんね、うん、おっしゃる通りですね。実際そのの大ででは行動ベースですけど救急車到到着着時時間間が現場到着時間は相当遅れだっていう そういうあの報道がありましたのでまさにおっしゃったようにみんなが車で、まあ、私の調査ではあの奥さんに車で送りに行ってもらったっていうパターンが結構多かったみたいですけどねまあなのでもう発災の条件によって、まあ、いろんなことが起きますよねだからまあ、はい、少なくともそれ整理しないといけないよねっていうような教訓は得られたんじゃないかなと思いますけどねじゃあ改めてお伺いしますともし大きな地震が起きた時 私たちはどう行動すればいいんでしょうか基本的には、ですねもう地震の大きさにもよりますけれども、本当に大きな地震で、それこそ,その建物が倒壊したりとか、火災が起きたりとか、津波が来たりとかですね、そういう危険性があるときは、うん、まず安全な場所に行くことが非常に重要ですよね、まず安全な場所に行くと、その後は、その場であの直ちに帰らずに、その場で少し状況を見ると、まあ、場合によっては帰らないと。 いいうこととが多分重要だと思います、まあ、それはなぜかというと先ほど申し上げましたように、はい、歩いて帰ろうとすると群衆事故が起きる危険性もありますし、まあ、車で帰ろうとすると当然救急活動消防活動を邪魔してしまう可能性もあるわけですよねそれから駅に行く人も結構多いんですよね、うん、駅はやっぱり情報が結構集まっていると思われがちなので駅に行ってまず確認するっていう人もいると思うんですけど私、いろんなところであ大阪も含めていろんなところでシミュレーションあのしてるんですけれども、はい、駅は結構混むんですよ。 で駅はけみんなが情報をあの得ようとして駅に行って、駅はすごい混んで、まあ、群集事故だと、これ、赤信の歩道橋の事例とかもありますけど、やっぱり高齢者の方とか、お子さんとかは結構亡くなるんですよね、あの怪我されたり亡くなったりするので、まあ、私は高齢者の方とかお子さんと一緒にいる方は、もう駅には行かないでくださいって言ってますけれども、やはりその群集事故とか、それからその、 災害対応活動を、あの阻害してしまうっていうところが一番怖いですよね。はい。でも、帰らないとは言われても、やっぱりとどまる場所がないと困るじゃないですか。はい、そうですね。うん、はい。じゃあ、大きな地震が起こった時に、外出先から帰らないという選択をするために。行政で対策されていることはあるんでしょうか。はい 基本的にはですねあの一斉帰宅抑制に呼びかけをしているという現状がありますまあ、これいろんな価値観があると思うんですけどもあのやっぱり災害直後って行政は人の命を救う対策の方がやっぱり優先順位としては高いわけですよね、はい、なので基本的には帰宅困難者対策っていうのは帰宅困難者になった個人とそれから企業でやってくださいっていうのがまあ、東日本大震災以降の帰宅困難者対策の まあ役割分担になりつつあります。なのであの行政はもちろんあの呼びかけはするんですよ。呼びかけをしたりとか事前にあのサポートをしたりするんですけれども、まあ基本的には東京都とか大阪府とかまあおそらく呼びかけて、それであのえっ、ー、と帰宅困難者自身は自分のあの会社に留まると、あるいは企業は自分の社員を留まらせると。それからあの一方でそのやっぱり 建物が壊れたりとか、それからあの買い物客の人いますよね、はい、こういう人に対しては、じゃあどうするのかというと、あのさっき申し上げた一時滞在施設という場所を、ですね、まあ、これもそんなにあの数がまだ十分満たされているわけではないんですけれどもあの、いわゆる公共施設とか、あるいは企業が善意で開放してくれるですね一時滞在施設と、こういったところに行って、状況が落ち着くまでとりあえず待っているというのが、ですね基本的な。 あの居場所にななるののではいいかと思いますねこの一時滞在施設はどうやって調べたらいいんですか一時滞在施設は、これ、なかなか難しくて、ですね事前に一時滞在施設があの情報が出ない場合もありますね。というのも、ここが一時滞在施設ですよっていうふうに事前に言ってしまうと、そこに集中してしまう可能性があるので。 あのまあ、事業所の方がちょっとあの事前の公表は差し替えてくれみたいなこともありますあ,<ー>ありますが、基本的には災害が起きた後にこに、結構時間かかったりするんですけど要するにその建物の安全確認をしなければいけないので、うん、安全確認の時間がかかるんですけども、安全確認ができたら、あのまあ、例えば、えー、と駅前とかであの情報を。あの ホワイトボードとかを使うんでしょうけどね、はい、あの一時滞在施設、まあ、大阪市だと一時滞在スペースですかちょっとあの行政によって名前違ったりするんですけれども、そこでそのあのここが空いてるよみたいな情報を伝えたりとか、あと、まあ、あのこれ、インターネットが使えればの条件ですけれども、東京とかだとあの各区が、あるいは都とかがアプリをあの用意していて、そのアプリにアクセスすると、<ー>一時滞在施設の場所みたいなものが出てくるようになってますね。 じゃ、あそういったアプリがあるかどうかも、前もって調べておくっていうのもいいですね。あ、そうですね。はい、あの、まあ、よく通勤されるところの、あの、アプリみたいなのは。まあ、今はやっぱり自治体の防災アプリみたいなのは、あの、結構いろんな自治体が、あの、作ってますので。うん、まあ、そういうのを見てみてもいいかもしれませんね。うんそういった、あの、一時滞在施設と、地域の方が避難する避難所っていうのは分かれて。別の場所だったりするんですか。まあ、そうですね。ちょっとわかりにくいんですけど。 あの東日本大震災の時に、仙台、仙台駅周辺で、避難所に帰宅困難者の人たちが集まったって事例があるんですよね、うんうん、それで、受け取るサービスとしてやっぱり、一時滞在施設と避難所って違いますよね、ね避難所はやはり家が壊れたとか、それから家を失ったっていう方が、まあ、壊れてるかどうか分かんないっていう方が生活をする場ですよね。うんまあ、でもですけど帰宅困難者はまあせい,ぜい3日なのであの、まああま 両者の行く場所を分けましょう。ということに東日本大震災となりまして。まあ、通常通り地域の避難者の行く場所は避難所で、えっ、ー、と一時滞在施設という場所をああ新たに設けて帰宅困難者。そこに行くようにということになってます、ね。なのであれですよね。あの、えっとちょっと大阪とかはどうか分かりませんけど、東京だと避難所の。 あの入り口のところに帰宅困難者は来てはいけませんみたいなでっかい注意書きがあったりして<ー>ちょっとここまで強く書く必要あるのかなと思ったりもしますけれどもあの両者をきちんと区分けしようとはしてますね、まあ、でもその時パニックになったりしてるかもしれないので。 まあそれぐらい大きく書いていただいた方が分かりやすいっていうのはあるかもしれないす、ね、分かりですさあります、ねうん、まあ先ほどあの会社勤めの方の話の中でねあの、はい、会社側事業所側も従業員を、まあ、帰らずに会社にとどまらせておくためになんか備える準備とかもあるのかなと思ったんですけどもどんな準備が必要なんでしょうか ここはですね、まあ、会社が用意するのか、個人が用意するのか、まあ、備蓄とか水ですよね、はい、それはねちょっと会社の社風にもよると思うので、ちょっとあんまり言えない、まあ、ただ、会社が用意するケースが結構あると思いますね、あの水や備蓄の準備する、あとはその社屋を安全にするってことも結構重要で、あの建物の区体だけではなくて、家具の重機の固定をしておくとかですね、やはりその大きな地震が起きた後っていうのは、 余震とかも結構ありますので、安全な空間じゃないと留まりませんよね。ただ、はい、なで安全な空間をできるだけ用意しておくってことが重要だと思います。あと、やっぱり重要なのはものではないんですけど、ルールですよね。要するに、そのどういう条件で帰るのか、帰らないのか、あるいはその、えっ、ー、と、外回りの社員はどうするのかみたいなルールをきちんと設定すると、あの風水害だとルールを設定する事例って結構多いんですけど、まだ地震災害はルールを設定完璧にしている。 会社ってそこまで多くないんじゃないですかねでも地震災害の方が多分ルールって必要なんですよねあの要するに携帯使えない可能性が風水外にも圧倒的に高いのでまあなのできちんとルールを作るってことが会社事業所としてはとっても重要かなと思います、うん、そうですね会社はやっぱり その自分の会社の社員の命を守るって意味で帰らせないっていうそういう発想がとても重要だと思いますよね。うんもちろんその群集雪崩で社会として混乱してとか救急車がってなありますけどやっぱりじゃあ群集事故で被害に遭うのは誰かというと会社の社員なわけで。はい やはり社員の命を守るっていう意味で帰らせない選択を取れるような準備をしておくってことは、まあ、それは帰らせないかどうかケースバイケースだと思いますけれども、まあ、帰らないとあの、することのできる環境を整備するっていうのは、もう社員の命を守るための非常に重要な防災対策の一つだと私は思いますねそうですね。 さてあの関西の話も先ほど出ていましたが3年前の大阪北部地震で、はい、あの電車が止まって混乱したことをリスナーの皆さんもね記憶に新しいんじゃないかなと思いますでこの関西であの大阪北部地震を受けて帰宅困難者対策っていうのはその後進んだんでしょうかはいあの進みましたしかなりいい感じで進んでると私は思うんですけどもかなりいい感じでどう,いうことをやってるかというとはい、はい、あの えとまあ、ちょっと東京とやっぱり関西って都市の特徴が違うので、あの並列に比較はできないんですけれども、はいあの、関西広域連合とか、特に大阪府さんとか、あのえー、府県の方でやってるのがです、ね、時間帯別ルールっていうのを作ってるんですね時間帯別ルール時間帯別ルールーっていうのは何かというと,、えー、と、大阪府自身の教訓っていうのは、朝起きたわけですよね。朝起きて あのさっきおっしゃってたように、あのみんながこう車で出勤しようとしたりして、それであの大渋滞が起きて、救急車が動かなくなったと、はい、なので、あの朝、地震が起きたとき、まあ、出勤時間帯ですね、出勤時間帯に地震が起きたときにどうするか、帰宅時間帯に地震が起きたときにどうするか、それからその平日の昼間に地震が起きたときにどうするかという、はい、いわゆる社会としての移動のルールみたいなのを行政が出したんですよ、作って出したんですね。うんはい であの言ってみればその東日本大震災以降、帰宅困難者対策の想定って、やっぱり一番帰宅困難者が出る、各国な条件を想定するのは良いだろうということで、平日の昼間をターゲットにして、いろいろな訓練とか、いろんな対策とかやってたんですけれども、はい、あの関西では、まあ、でもそれだけじゃないよねっていうことで、えー、っと時間帯別にルールをきちんと作って、あの状況に応じた あの行動選択ができるように、まあ、もちろんこれは行政がルール作るだけではだめで、やっぱりそれを個人がきちんと認識して、さらに会社がそのルールに従って、会社独自のルールを作る必要があるんですけれども、まあ、その素地がでできたと思うんです、うん、一方で、東京はそういうルールができてなかったので、うん、私も結構、関西の,あのルールを東京の人にいろいろ。 作った方がいいんじゃないですかって言ったんですけども、うん、なかなかやっぱ体験しないとこういうのって進まないんですよね、うん、<で>時間帯別ルールって、どういうものなんでしょうか、詳しく教えていただけますか例えばですね、出勤時間帯に大きな地震が発生して、電車が止まってしまった場合は、まあ、基本的に自宅にいてくださいとかですね、はい、あの自宅にいる人はですね、あとその出勤している途中の人は、まあ、自宅に戻る、まあ、会社にめちゃめちゃ近かったら会社に行く方がいいのかもしれませんが、うん、できるだけ自宅に戻ってくださいっていうふうに。 行ったりとか、あるいは帰宅時間帯は、あの原則として、あの事業所に待機してくださいとか、あるいは。まあ、あの事業所に戻るようにしてください。まあ、帰宅時間って出勤時間とかですごい長いので。うん、まあ、そういう意味で、はちょっと、あの、状況によっても異なると思うんですけれども。いずれにせよですね。あの、まあ、出勤途中とか、帰宅途中の場合は、自宅とか職場の近い方に行って。あの、これから出勤する、これから帰宅するって人は、少し留まってくださいっていうような、そういうルールですよね。自宅か職場か、どちらか近い方に、向かうと。 ということですね,そうですね、はいうんでまあとはいってももし私が帰れないっていう状況に帰宅困難に陥った場合子どもの安否家族の安否が心配なのでやっぱり帰りたくなるんですけどどうしたらいいでしょうね備えておくことってありますか うんとですねやっぱりその帰りたいっていう欲求は、私はもう当然です、人間であれば当然、家族が心配で、家族に会いたくて、家族の顔が見たくて、帰るっていうのは当然ですよね、それから車もそうですよね、はい、あの、うん、自分の子供が例えばその難波とか、ああいうところで、えー、一人で立ち往生してるってなったら、お父さん、お母さんは当然、車で。はい 迎えに行くのははももううこれはもう親として当然ですよね、うん、家族として当然なんですけれども、その当たり前の感情をみんながやってしまうと大混雑してしまうっていう、うん、まあ大都市の宿命みたいなものが、この帰宅困難問題だった出、まあ出勤困難問題もそうかもしれませんそういうものだと思うんですね。うん、なので、基本的には帰らないでも安心するようにしておくってことがとても重要で、はい、やはりその。 帰らないと決めた後に、じゃあ、ものどういうものが大切かっていうのではなくて、うん、どういうものがあれば帰らないで安心するのかってことが、たぶん、そういう発想が一番重要だと思うんですよね。なので、ううのよく言われるのが安否確認ですね、はい、安否確認、どうやってしましょう。はいまあ、あの災害用伝言ダイヤルだとか、伝言板とか、できればこういう災害情報多重化するのがいいと言われてますので。はい LINE が、ね、あの使えるかどうかというのは分かりませんけれども、うん、LINE、ツイッター、メール、伝言ダイヤル、いろんなものをあの準備しておくことと、あと家族の中できちんと使い方を練習しておくと、こういう方法を使って、 安否確認取っておきましょうねって、合意をしておくってことが多分一番重要ですよね、そうです、ね、地震が起きたから使おうって言っても合意できないので、うん、多分それが重要です、事前に決めておくと、でき,、うん、できるだけ多くのルートで準備して、事前に決めておくってことですよね、うん、まあそれからあるとするとあの、家をきちんと家具固定しておくとか、耐震補強しておくっていうのは、もしかしたら、究極の北、こんなし対策かもしれませんね。うん、やっぱり家家がが安全だだととと思思ううのの危険では 全然やっぱり帰りたいと思う、強度違うと思うんですよね。うんうん、なので、まあ、それが結局、一丁目一番地かなって気はしますけどね、耐震補強、家具固定、火災対策、あるいはまあ周りの人に自分の子供とか、うん、とお母さん、お父さん、高齢者の方をよろしくねって一言かけておくとかですね、はい、そうですね近所の方にもね。そうです、うん、な,なので、やっぱり帰るって行動を、あるいは迎えに行くって行動を否定しては、た分帰宅こなせたいですけど、だめだと思うんですよ。 じゃあその,あの帰るというその当然の気持ちを少なくとも帰らないにあのするためにはどうすればいいかといす発想がやはりこう帰らないという決断をすることで救われる命があるということそしてその決断をするためには準備が必要ということですので個人レベル、ね、家族ご近所の方、うん、そして社会全体でもその対策を進めることが本当に大切だなと思いいました広さん、はい、今日はどううもありがとうございました。 はいいありがとうございました今日は大都市災害の帰宅困難者対策と題して東京大学大学院工学研究科教授でいらっしゃる広井優さんにお話を伺いました。